デジタルハリウッド大学が挑む新時代。平野紫耀の衝撃的な役割とは夢への一歩、平野紫耀の CM が心に響く。デジタルハリウッド大学、ミスジンソーダ、岸優太、平野紫耀、神宮寺優太、そして日ノキヨ彼らの魅力が交錯する新 CM に心打たれる瞬間が続く。まず、CM の魅力についてお話ししたいと思います。翔くんが演じる先輩が後輩に夢に悩む相談を受けるストーリー。 そのセリフには深い意味が込められています。本気で夢を追って簡単じゃないんだという言葉が、どんな夢も容易に叶うものではない現実を率直に伝えています。翔くんが語る、夢を実現できたら最高だって思えるんだよというポジティブなメッセージは、夢に向かって一歩を踏み出す勇気を与えてくれます。デジタルハリウッド大学は、CM に平野紫耀さんを起用し、 新たなビジネスを生み出すデジタルコンテンツ研究家として注目の存在です。その背後にあるのは、学部でデジタルコミュニケーションを学ぶ4年生大学。理論と実務を結びつけ、多様性と豊かさを追求する彼らが、新しい時代に向けた先駆者としての役割を果たしています。この CM が生み出す社会的影響に焦点を当ててみましょう。翔くんが演じる先輩の言葉は、年齢や経験に関係なく、 夢を追い求めるすべての人に訴えかけます。コメント欄には、幅広い世代から寄せられた共感の言葉が溢れています。年上や同世代の方々も、翔くんの言葉に共感し、その説得力に簡単な声を上げています。彼の言葉には、年齢や職業、経歴の垣根を越えて共感できる普遍的なメッセージが込められているのです。一方で、新 CM は単なる商品の宣伝以上の意味を持っています。みんなを生きるな。 自分を生きようというフレーズが示すように、単なる消費者ではなく、自分自身を大切にし、夢を追い求める生き方に共感を覚えます。これは単なる CM を超えて、社会全体に夢と希望を届ける役割を果たしているのです。さて、平野陽さんに焦点を当ててみましょう。彼は27歳という若さながらに、言葉にブレのない強い信念を持つエンターテイナーの一人です。記事にある通り、 彼のコメントからもその説得力が伝わってきます。彼の生き方と言葉がリンクし、芸能界での信頼も厚いものがあります。この記事を通じて感じるのは、エンターテイメントが単なる娯楽以上の存在であること。映画館や劇場が閉じられたり、撮影ができなくなった時、その影響がいかに大きいかを改めて考えさせられます。しかし、エンターテイメントが不要とされる状況でも、 生きていく上で欠かせないものであることを気づかせてくれるのも事実です。最後に私たちが果たすべき役割について考えてみましょう。エンターテイメントの本質は夢と希望を提供すること。生きる上で欠かせない仕事が多くある中で私たちが目指すべき方向は人々に喜びと勇気を届けることです。平野志洋さんの新 CM は その理念を具現化した素晴らしい作品であり、私たちも彼から学び、夢を追い求める一歩を踏み出す勇気を持ちましょう。